はい、というわけでですね、今回の旅の一応総まとめなんですが、1日目はねニューカレドニアいて、まあ、ほぼほぼ何もせずで、2日目からはまあバヌアツに移動して、バヌアツの離島タンナ島に移動して、火山を見たり、ボルケーノを見たり、ボルケーノと火山は一緒です。火山を見たり、民族のね暮らしを見たりしてきました。正直まあ、民族はもちろんメインなんですけど、火山も結構迫力あってすごかったし、なんかタッキーおすすめ、ジャニーズのタッキーおすすめの火山らしいです、聞いた話によると。でまあ民族の方はですね、ちょっと正直観光評民族館というか、まあ、もちろんそのガイドに払って、そのガイドに払ったお金が、民族の方に行って彼らの収益ってなって、彼らの文化を続けられるっていうところはあると思うんですけど、まあ、正直ね観光用民族感がすごくて、まあ、やっぱりこう伝統衣装の下にやっぱり洋服着てたりとか、そういうなんかもうちょっとねここまで文明が進化してるんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、もうちょっと。ね、なんか伝統文化のある、伝統文化はあるんですけど、なんていうんですかね、伝統的な暮らしをそのまましてるっていうところには出会えてないかなと思っております。でまあポートビラ、バヌアツの首都ポートビラにまた戻ってきて、行ったイクサップ村っていうところが本当にね彼らの電気とかガスも使わず伝統文化を守り続けながら、本当に生活をしているところみたいで、まあ、そこはねいろんな説明もありつつ、本当に彼らの文化をね尊重して暮らしていて、本当の彼らの文化というか、まあ、変わらない昔ながらの生活を垣間見ることができたかなと思っております。で、まあそうですね、まあ、写真も撮ったのでね、ぜひインスタとかツイッターとかフォローしていただいている方は、そのままフォローしていただいて、写真とか、動画もね見ていただければと思います。次はですね、今9月のこのビデオ撮ってるのは9月の終わりぐらいなんですけど、10月の後半、中頃から後半にかけてにラオスに行くことになっております。でラオスもね本当の民族が暮らす村というか、なんかいろいろ民族が乱立してるというか、いろんな民族がいらっしゃるみたいなので、まあねそこの文化をね、まあ、多分このオセアニアの文化とはまた違った民族衣装とか生活の方式とかが見れると思いますので、そこもねちょっと写真に収めていきたいと思っております。では、次は、わかんない、何の動画になるか分かりませんが、また次の動画でお会いしましょう。またラオスの旅も随時というか、まあ、旅が終わり次第どんどんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録と高評価を押してお待ちいただければと思います。またね旅でこんなことしてほしいとかいろいろあればどんどん言っていただければ、またそれにご期待にお応えできるような動画にしていければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。